前回はロドリゲスおじさんのファンに霊夢さんがぶち切れてスタートだったな。普通に切れるわあんなもん。なんだろうな、うちのお騎士と良い、皆さんと良い、面白い方向にハンドルを切るよな。裏で繋がっていると見た。信じたくなるこの状況。機体等中の吸引力についての検証も前回の収穫ね。この件については直後に補足をさせていただきます。更新が飛び込んできたのも前回ね。慌てたもんな。これに関しては少し今回の動画で触れていますが、思っていたよりはるかに意味のわからん更新だということがわかりました。何を言ってるんだと思いでしょうが、まずは今回の動画をご覧ください。軽くへこみました、マジで。そんなわけで今回も行ってみよう。湯気サバチャンネルへようこそ。いらしてくださいました視聴者様。今回は前回の動画への補足から開始です。前回の動画において東方の言葉が足らなかったために誤解を読んでしまったかもしれませんので補足です。前回の機体の吸引実験で重さ云々というセリフとともに結果を振り返りました。東方としては概ね予想通りだったのですが、その根拠が重さプラス抵抗力のつもりでおりました。つまり動きにくさだけでなく吸引力に逆らうだけの抵抗力を加味して、あの結果に満足していた次第です。その抵抗の力の元はもうお分かりだと思いますが、機体の上下の移動する力です。水素は上に、二酸化炭素は下に、酸素はその中間に位置するイメージがあります。そこから考えるに水素が最も抵抗力が高く、ついで二酸化炭素、平均が酸素なのかな、となんか楽しくなってきてますので、この実験は機体を変え、条件を変えつつ続けようと思います。ご指摘にも含まれてたけど、一回試して実験ってのもあれだしな。ただ、少し今回の更新で違和感が出たので、今後は流れを読みつつ柔軟に対応します。要は何も決まってませんのです。日本語は便利ねー。言ってる場合じゃないぞ。さて、本編開始ですけども、トップページのデザインが変わってました。上から最新のアップデート情報、今後の更新予定、そして新たな設計図。上の2つはブラウザが相手公式サイトに飛ぶようですが、この設計図ってのが前から疑問だったのよね。良い機会だから見てみよう。なんだこりゃ、着せ替えデータかな？そのようだが、どこで設計図を手に入れるんだこれ？あ、もしや、意味わかんなくて放っておいた新たなどうのこうのって項目かな？そんなのあったっけ？あるある。これよこれ。ああ、あったなこれ。わけわかんないので皆さんに質問しようと思ってたやつだ。多分この項目で設計図が手に入ると思うわ。だろうな。他にこんなとこにも。なるほどな。このメニューに絡むのか。多分ね、たまに見たことないヘルメットをかぶってる人がいたのはこれだったのか。スーツなのにパフのヘルメットをしてた実況者さんがいたもんね。特別な効果はなさそうだけど、外見が変わると気分も変わるだろうし、いろいろと試してみようか。設計図をもらってみる。補給扱いなんだな。アンロック項目自体は少ない部類なのかしらね。大幅に増やすなら DLC に回すだろうし、まあこれでも多めに用意してくれてる気がする。ふむ、石膏ボード。霊夢さん、嫌な予感がする。気分ね、マリサさん。私もだわ。どんどん出てきて終わらねえ。どのくらいのペースで追加されてたか知らないけど、下手すると8ヶ月分だからね。恐ろしいな。かぶりなしだとすると揃うかもしれないぞ。さすがにこんなもん動画にして良い代物じゃないわ。裏で処理しておきます。結果はいずれご紹介するかもです。さて、じゃ更新を軽く見ていくけども、早速に偉いことに気づきました。壁掛けストレージに内容物が1種類しか指定できねえ。いよいよ何に使うわけこれ。一気にわからなくなった。少なくとも思ってたのとかなり違う。日本語まとめ引きにも有効そうな情報はなし。まとめてくださっている方、いつもありがとうございます。お疲れ様です。ちなみに海外では項目すら存在しなかったわ。製造するのに生成金属とガラスも必要だし、いよいよわからん。装飾の高い資源を入れてみるとか、そんなんあったっけ。奉仕ランくらいしかピンとこないけれども、ちょっと重そうなので深掘りは次回以降に回します。架空の家を設置してみる。この辺で良いかな。一目散に来るわね。これも引き寄せ付きかよ。落ち着いたら外されそうではあるけども。さあカットンできた架空選手、何をするのでしょうか。楽しみですねマリサさん。そうですね霊夢さん。あーっと架空選手中に入った。そして、眠り始めました。リラックスしていると見て良いでしょう。というよりも芸が細かい、スタッフさんも楽しんでいる気配がありますね。そしてこれは、居心地の良さにプラス判定が入りましたね。つうことは動物のコンドミニアムも同じ効果かな？動物ごとにアニメが違うんだろうけどな。ってことでキップ先生にもお願いしてみる。これはキップ用って言っても良いんじゃないかね。何しろ爪研ぎにキャットタワーだからね。早速、爪を研いでるし。一連の動作で居心地の良さが上がるみたいね。そのようだな。食品乾燥機を使ってみたわけですが、もう意味がわからん。恐ろしく遅い上に発熱もすごいし、排出も遅ければ終わるといきなり水を吐いた。しかもパックするたびにプラスチックが必要らしく、まあそこはわからんでもないですが、位置処理に対して12キロも使うことはないんじゃないの。しかも水を吐くのが本当にわからん。あ、よく見たら水を吐くって書いてある。じゃあ設置場所が限定されるんじゃん。いよいよわからん。
それでは驚愕の排出の遅さをご覧ください。ピリ辛豆腐の乾燥が終わったところです。細いので明かりをつけました。はい、おおよそリアルで50秒が経過しています。これはあかん。しかもいくらやっても料理を復元してくれなかったので、次回以降に回します。もういよいよわからなくなってきた。しかし切れ味の鋭い更新だと思っていたが、蓋を開けるとくせ者揃いだったな。前回の方が切れ味は鋭かったかもね。消えてる。こりゃいよいよ難しさがブーストするな。ロドリゲスからの水素を受け取る用意をしておくわ。全力で稼働しても余剰分が毎秒 48g 出るので、タンクは必須だな。まあ作っておいた方が効率は良いでしょうよ。ここに水素を貯めつつ下で消費するわけだ。これができれば久しぶりに液体クーラーと精錬装置が再稼働するわ。なんかもう現実の核の関連施設みたいだ。あっちは政治や権利が絡むからさらに厄介でしょうよ。技術だけでも大変なのに、現場の苦労は計り知れない。思わず現実世界の厳しさに触れるマリサさんであった。そしてあの隊員が再び悲劇に見舞われる。あまり隊員がスーツを着たまま孤立してます。命に別状はないから起きたら自力ではしごを作って帰宅させよう。ちなみに例の地上施設を探してました。方向的にはこっちだと思うんだよな。右は行き止まりが見えてるからね。そういや例の施設って真ん中に来るとか決まってるのかね。さあ、そういうデータは見たことがないな。そして寝起きに出勤。ああ、もう、スーツドッグのモップがけをしないとな。これ大丈夫なの？帰ってこれるの？身近な素材ではしごを指示すればいけると思う。ダメそうなら緊急で救助隊の派遣ね。お、やってるやってる。これなら大丈夫そうね。あまり隊員は強制休暇スケジュール送りだな。作ったばかりのスケジュールなのに大忙しね。前回のはこっちのミスだけど、今回のは不可抗力みたいな部分もあるんじゃないかね。この現象を完全に封じる手段があれば知りたいところね。物質レイヤーで崩れるタイルを見極めるしかないんじゃないかな。最初からやっておけって感じ？かもしれない。一恥を強制的にさらされたあまり隊員、休憩と睡眠にごくふりしたスケジュールで休んでもらいます。そういやサウナどうすんの？ああ、それもあった。3度で試作しなくては。木材的にはいけるんかね？それなんだけどさ、木材って在庫がわかりにくくて。単位ってのはどういうことなのかしらね？それがよくわからない。まとめウィキではツリー1本で木材が300キロ排出される、とあるのだが。普通に読むとこれ147トンあることになるんじゃね？こういう時にはやることは一つ。翻訳モッドを外してみる。ふむ、ユニットの複数形だな。海外の記事を流し読みしてきた。どうも木材関係は重要で扱わないらしいわ。あれかな、乾燥するからかな。それなら国内でも事情は変わらないわね。また情報を探してるな。見てきた。やはり樹木の種類による水分残留量の問題みたい。そんなとこまで気を使ってんのかこのゲームは。関係者に突っ込まれないための予防線じゃないかしらね。大いにあり得る。まっさらな山道を作って確かめてみた。初めてのツリー収穫の直後がこれ。床に落ちてる木材が300キロ。そして在庫も似たで表示されてるのが300単位。1単位1キロで当面は良さそうね。だがこの表記については頭の片隅にピン止めしておくべきだ。確かに、引っかかりがある。何気なく開拓風景を見ていると。あったぞ。よしでかした。とうとうグラビタス社屋の受付に到達だ。これを探していたのです。例の施設とかもったいつけてたのはこれでした。よし、これで宇宙開発の拠点ができたわね。別にその辺の地表でも良いんですけど、隕石の被害がでかいのでこれを利用するのが手っ取り早いんすよね。よしよし、これで矢探しもはかどるってもんよ。もうアキスのセリフにしか見えない。当コロニー3人目にして久々の処刑。犠牲者はエリー隊員です。いつ見ても絵面が危ない。新施設で洋画でこういう処刑シーンがあります。あれは本当にきつい映画だった。さて、何が効くかな？快活な駆逐だな。割とオーソドックスなんでしょうね。これ、通過他がひどいんじゃないのか？再生とか割と意味がわからん。病院があればいらんだろこれ。孤立を延長できると思えば使えそうだけども。そんな状況なら積んでるんじゃないかね。言えてる気がしてきた。なんかよくわからなくなってきた。今回はもう閉めよう。はいよ、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。